いいつもごご視聴ありがとうございます今回はボーリングのシューズについてお話ししたいと思います。ボーリングのシューズですが、まあ、普通のボーリングシューズボーリング上のシューズやで低価格の入門用のシューズなどはこの前のかかとの部分が 雑にできていてこのように皮でコーティングされていませんなのでここがめくれてきたりこの後ろの内側が内のスポンジが破れてきたりする頻度が非常に高かったりしますなので皆さんも 靴はいいものを使うと長く2、3年、4年と使えますのでぜひいい靴を購入してください。またいい靴を購入することによってスライドがパーツの種類がたくさんあってスライドしやすかったりしますのでしっかり足元が 踏み込めたりスライドしやすかったりしますのでぜひいいものを購入してスコア,アップにつなげてくださいまたこちらのように値段が高いものであればこちらを張り替えることもできますで後ろ側も外すことができます 入門用の靴であれば、こちらのソールパーツが外れなかったりしますので、ぜひいいものを購入してみてください。でこちらもス、スライドをさせない方の足の方も、右投げであれば、右足の方も、 ブレーキが効きやすいように、このパーツもきついものに交換することも可能です。後ろのこのパーツも、ヒールパーツも交換することが可能です。なので、各メーカーさんによって特徴はあると思いますが、デクスターというメーカーは特にサンブリッジのデクスターは特に硬い、重たい印象があります。 中には、まあ、好みなんですが僕はあの重たいものの方がしっかり歩けるような感じがしてステップをしっかりできるように感じていて重たいシューズの方を好んでいるんですが中にはハイスポーツさんのパイソンであったり軽いものの方が歩きやすかったりするという方もいらっしゃるとは思うので。 自分に合った硬さのものを選んでくださいサンブリッジのデクスターは少し最上級のグレードではやや重ためとなっております皮もしっかりしていますのでこう他のメーカーさんに比べてもう3年ぐらい使っているんですけどもこう靴の形が 崩れるっていうことがないのでとてもあのデクスターはあのおすすめです、えー、見て見てのえ通りなんですけどもこのここにシワが入って足の形になっているだけでそれ以外は新品同様の形初期の状態ではけていますなので使い方によってはそのようにきれいに使う えればあのデクスターはすごくあの初期のままのようにえきれいな形を保てるのでえおすすめですのでえ皆さんもあのデクスターぜひ使ってみてくださいえ今回もえ最後までご視聴ありがとうございましたえまた次回もえ投稿するのでお楽しみにくださいチャンネル登録もえまだの方はあのぜひお願いいたします それではまた次回お会いいたしましょう。チャンネル登録100人突破いたしました。皆様どうもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録をしてくださっている方は、見たよというサインで構いませんので、コメント欄に一言見たよとご,ご記入ください。それではまたお会いいたしましょう。どうも皆様ありがとうございます。また楽しい動画をや ボーリングについて勉強になるためになる動画をアップしていきたいと思いますので今後もどうぞよろしくお願いいたします。それではまたお会いいたしましょう。